皆さんこんにちは。近隣さんいらっしゃいのお時間でございます。本日ですね、このひょろがり局長小町がですね、また MC させていただくんですけども、なんじゃこの格好はと、ね、舐めてんのかとお思いの方もたくさんいらっしゃると思います。今日はですね、さっきのエクセルも告知も出てましたけど、なんとマッスルバーの皆様にですね、本日ゲストでお越しいただくということで、パワーっていうことでやらせていただいております。さあ、このアズリ FM なんですけども、東京と名古屋2拠点でですね、放送局を運営してございまして、 NG がない日本一尖った放送局というのが特徴なんですけども、この近隣さんいらっしゃいという番組はですね、やっぱり名古屋で開局しまして1年3ヶ月ぐらいになります。まだまだ皆さんにいろんな方に知っていただくためにゲスト出演いただける番組となってございます。パワーということで、早速ね、一人でこう喋ってるの恥ずかしいんで、ゲストの皆様お呼びしたいと思います。本日はマッスルバー名古屋、ドクターパンプさんから3名いらっしゃっていただいております。どうぞどうぞお越しください。失礼します。失礼します。はい、ムキムキしてたよ。どうもパワーパワーということでね、ひょろひょろやな、わしすごいな、皆さん。さあ、皆さん、ね、お願いします。今日はね、女性は特に眼福じゃないですかね。これだけ男前でムキムキのマッスルのお三名いらっしゃっていただきました。まず私の隣にいらっしゃいますのが、代表のジュンさん。純マッスルです。ございます。よろしくお願いします。ございます。そう。そしてそのお隣でございます。店長の慎太郎さん。慎太郎です。でございます。よいしょ。よいしょ。ナイスマッスル。そして一番端にいらっしゃいますのが店長補佐のよしきさんと。マッチョ。よいしょ。マッチョ。お願いします。どういうね、今日いいっすね。いい絵面ですよ、これ。だいぶマッチョだな。局長なんかマッチョに見えてきましたね。そういう効果ある？局長が一番マッチョ。一番マッチョ、一番マッチョ。そういう効果あります。いや、僕ね、もうさっき言ってたんですけど、もう尾崎豊かみたいなね。全然マッチョ感ない。いや、全然。いや、いいじゃないですか。ちょっとメンタルマッチョかもしれない。トークもマッチョかもしれない。さまざまなマッチョがいるからね。全然楽屋とちゃう。攻めてくる。だいぶ攻めてくる。恥ずかしい、恥ずかしい。さあ、今日せっかくいらっしゃっていただいた、ドクターパンプさんなんですけども、ちょっとまずせっかくなんでホームページご覧いただけますでしょうか。ホームページをね、お願いいたします。お店は名古屋と岐阜と2店舗展開されてらっしゃると。いいっすね、シャルウィーマッスルと。そうですね、名古屋は錦のいや、住吉と あと新栄にも名古屋は2店舗あって、はい、でもう一個があの岐阜の岐阜駅の歩いて5分ぐらいにある、はい、とこにあるんですけど、いいとこにありますね。ドクターパンプ今3店舗でやらさせてもらってます。素晴らしい、素晴らしい、おかげさまで。今日店長コホさんのお二人は、はい、どちらの店舗？いや、どっちも行くので、どっちも行き来してる感じで。そういうことですね。じゃあこうお二人で、ちょっと足りないときは店長を変わりながらみたいな。そうですね。なるほど。補い合いながら。はい、なるほど、はい、なるほど、なるほど。いや、労働しております。マッスルチームワークね。はい、マッスル足りてますかって、足りてないことないですよね。足りてる人いないですよね。全然みんな足りてないです。マッスル不足なんで、ね、世の中が。だからやっぱりこうやってこう、まあでもね、マッスルだけじゃなくてやっぱり男前だから。そらファンつくでしょうっていう。いやいや、そんなこと。いや、ありがたいことに。アズーリ正解ないんで。全然気にされずに。よかった、マッチョで。いや、違う。おもろいな、おもろい絵面ですね、今日。マッスルチェック。ちゃんとこうやって。ペローンってなってる。でっかいでっかい。何も凹凸ないみたいな、ね。
羨ましいですね。ジグロです。羨ましい。あ、今グラデーションになってる方がいい。確かに確かに。あのジングルの進化みたいな、ね、誰がやる誰がガリガリなんでしょうが、ね、何で楽しみなそう、視聴者の皆さんの中には、ね、マッスルバー割と新しめの業態ですもんね。そうですね、ここ最近ですごいバズってるというか、うん、流行ってきてる業態だと思うんで、なのでもしかしたらまだね、あのご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、確かに、まあ、どういうねお店なのか、まあ、その動画がちょっとございますんで、ぜひ今日見た方に、ね、ただのマッスルちゃうぞと。そうですね、一回見ていただいて、ぜひ店行ったらおもろいし、会えるし、話せるし、ぜひねそのちょっと動画をご覧いただければと思うんですけど、多分ねスタッフがもうマッスルに見とれて全然準備が追いついてない。ちょっと待っちょ、待っちょ、ちょっと待っちょ。じゃあその動画準備できたようなので。お願いします。これ店内のご様子でよかったです。そうです、住吉店の、はいはいはい、生搾りマッスルサワーです。あ、生搾りマッスルサワーを頼むとこれをパフォーマンスやってくれる。なるほどなるほど。これ吉木マッスルですね。吉木マッスルが僕、吉木マッスル全然ちゃいますね。変わりました、髪の色が、ね、ちょっとチャラくなりましたねマッスル度が上がったんで失礼しました。マッスル度が上がった。いや、すげえなちょっとあの若々しいんですけど、今レモン絞ってる、レモン絞ってます、今あの直近の中に。なるほど、テレビ75は、すげえ、ゴリマッチョレモンを消滅させるのが仕事やと思う。果汁入ります、あの飛び散ります。横に横に一番最初の時あの加減わからなさすぎたのお客さんにパッシュって水でポンって。いや、すごいな。いや、そりゃ女子は喜びますよね。いや、いい体、いい体ね、いい、仕上がってますね。ゴリマッチョ担当なんで。ゴリマッチョ担当ですね。なるほど。あ、じゃあ細マッチョ担当とか。細マッチョです。もうある、我々は筋肉育成中なんで、はいはい、なるほどなるほどなるほど。いや、でもやっぱり見る感じ女性のお客さんがやっぱり多い、7、8割ぐらい。そうですね。あ、でも男性もいらっしゃるんですね。もちろんございますね。聞いていて、男性の方も全然楽しんでもらえるもんね。まあまあ確かに、おもしおもろいですもんね。ノラマッチョが来るんで。何何何？ノラマッチョ。ノラ。僕がプロマッチョで。何？あの方がノラマッチョ。なるほどなるほど。あのゲイの方とかもよく言いますよね。ノラノラが来たみたいな。あ、そうですそうです。なるほどなるほど。それ同じ感じです。めっちゃ笑ってますやん。ノラ。聞いたことないからね。ノラマッチョがカランカランって来て。まあプロテインを嗅ぎつけてくるんで。なんかほんまにマッチョおるんかいみたいな。ああ、なるほどなるほど。見えて距離僕が黙らせます。なるほど。なんぼのもんやんと。あ、そうですそうですそうです。本当にマッチョも来るからね、マジのマッチョ。本物も来ますときたき。本当にもうゴリンゴリン。ゴリゴリの大会とか出てくるような人も来てくれます。面白。それはでもな、何やろ、友達に会いたいみたいな感じで来るんですかね。あの知り合いと、あとなんかまあどういうお店なんだろうって興味本位で来てくれたりとか、なんか最近筋トレ始めて何したらいいか分かんないから、とりあえずマッチョに会い。教えてもらいたい。なるほど。あ、そうか。そういう人も来ます。確かに確かに、ジム行かなくても、ジム行かなくてもトレーナーつけなくても、こうお店に行って、いや実はちょっと後背筋最近鍛えたいんだけど、なんどうしてるとか。あ、そうそうそう。そんな話も。本当にそんな感じです。これはすごい。僕ね、やっぱりどうしても女性の祖母というか、女性だけがいてちょっと踏み込みづらい感じがあるのかなと思ったんですけど。そんなことはなく、全然気軽に入れるんで。男性でも。でも今んとこノラマッチョと女性じゃないですか。はい。普通のおじさんとか。あ、来ます来ます。働いてと思ったのが全人類が来ます。あの海外の方も来ますし。海外は確かに好きそうですね。ゲイ、レズ、もう何でも。はいはいはい。本当に何でも来ます。そうなんだ。これ見ました皆さん。だから多分行きたいけど、その踏み入れない。ちょっとやっぱ怖いなとか、なんか敷居高いんかな、マッチョちゃうしなみたいな人はいると思うんですよ。うんうんうん、全然誰でもウェルカムっていう。全然ウェルカム。ウェルカムです。誰でも。アットホームな感じなんで。うんうん、確か映像もね、すごいアットホームな。うん、あ、ごめんなさい。何レモンサワーでしたっけ。生搾りマッスルサワーです。生搾りマッスルサワーでした。ごめんなさい。はい、生搾りマッスルサワー。マッスルサワーは
ちなみにおいくらで一杯1500円でパフォーマンス付きで。お安い。なんて安いんだ。全然いいっすね。すごいな。僕たちのもう数年かけた努力が、ね、1500円で買えちゃった。そうっすよね。握力70の絞り、生絞りがその場でいただいてパフォーマンス付きで。素晴らしい。結構味も美味しいんで、うんうんうん、好評だよね。味も本当に普通にマジで美味しい、はい、美味しい、うんうんうん、めちゃめちゃ美味しいですね。本当レモン生で絞ってるやつなんで、はい、レモンの風味もしっかりして、ね、なんか美味しいです。あの機械でビャーってやるわけじゃなくてね、ちょっと 愛情みたいなのもね、やっぱマッスルも入ってる。マッスルも入ってる。筋肉は入ります。レモンとマッスルが入ったさレモンさんじゃあね、どの人かはツッコミ担当じゃ順番に全員ボケで、全員ボケ。俺もママがいいんでねとか言う。拾おう思ったらもう一個来て、拾おう思ったらもう一個来て、最終的にみんなカメラ見るっていう。やりましょう。何みたいな文句あんのみたいな。おもろ。そうそう。そしてね、動画、あのいろんなお店の動画とか TikTok もやってらっしゃるということでしたので。ああそうですね、 TikTok もね、せっかくなんで店内の様子とか、まあ、スタッフさんの多分その様子とかも見れると思うので、 TikTok の方ちょっとお出ししていただいて。あ、結構上げてらっしゃいますね。結構ありますね。推しの動画あります？一番最初 のやつは分かりや、店内どんな感じか分かりやすいかもしれないです。じゃあそれちょっとクリックしてもらって。あ、分かりやすいですね。あら、これが新栄店ですね。いい、でメニューとどんな感じで接客してくれるのか分かりやすい動画になってます。あ、いいっすね。なんかね、そう、照明暗すぎてちょっと怖いとか全くなく、意外と明るいんで、ブランクな。あ、これ生絞りそうです。よいしょ。すげえ。筋肉でマッスルと乾杯みたいな感じでやってますね。いや素晴らしい。これはちょっと面白い。僕もちょっとぜひお邪魔させてもらおう。ぜひぜひ、お待ちしてます。そう、なんかすごい、なんかすごい、なんか持ち上げられてしそうな気がしますけど、なんかね、でも軽々持ち上げちゃうんで、はい、僕たち、ね、もうじゃ片手でいけるでしょ。子供みたいな感じでしょうね。もうひょいって上がっちゃうんで、はい、いや素晴らしい、ありがとうございます。で TikTok もやってらっしゃるんで、これぜひね、検索はもうマッスルバー、ドクターパンプさんで、はい、出てきます。マッスルバー名古屋でもしかしたら出てくると思うんで。なるほどなるほど。じゃあぜひ見つけてください。検索してみてください。ありがとうございます。お願いします。そうさあ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 、ちなみに何でこうマッスルバーを。あ、でも、もともと筋トレをしていて、名古屋にマッスルバーはその時なかったんですよ。昔にあったらしいんですけど、それで、まあ、小さく、まあ、やってみようかっていうことで、まあ、2人で始めて。あ、そうですか。そこからちょっとずつスタッフも増えて、お客さんも増えて、ようやく今2年目です。すごい。いやこれね、前にお聞きしたんですけど、全然夜のお仕事されてなくて、はい、スタートされたんですもんね。そうですね。すげえなと思って、いろんな人に支えられて、ね、来てます。いやいや素晴らしい。そしてね、今はもうお二人立派な店長補佐を雇って、はい、おかげさまで。お二人はちなみになんでマッスルバーで働くことを。僕はですね、大学卒業して1年サラリーマンやってまして、はい、で辞めたタイミングで、あの初心者が出るようなこう筋肉の大会に出たんですよ。お、はいはいはい、その時にこのオーナーが、まあ、ジュンさんともう一人ヒロトさんっていうのがいるんですけど、はい、二人がこう宣伝目的も兼ねて大会に出て、はいはいはい、たまたま会場で見て、はい、あ、マッスルバーあるんだ知って、やめたタイミングでフリーターだったんで、すごい、どうしようかなって、あ、マッスルバーあるわと思って、はいはいはい、それで僕は働き始めました、ね、宣伝効果狙って出たのはドンピシャで、ドンピシャでした、はい、すごい。いい店長。大学の原石拾いましたね。自分で言っちゃうんだ。自分で言っちゃうんだ、ね。まだ原石。まだ原石。はい、まだ原石。まだ、まだ、まだ。これから、これからだから。これからどんどんね。はい、砕いて砕いて。え、でも、よしきさんは？僕はその、うん、なんていうんですかね、友達の紹介っていうか、その、なんかずっと昼食をやってたんですけど、おい、なんかその、変わったことやりたいなみたいな。で、友達に紹介、ん？友達に聞いたら、はい、なんかマッスルバーあるから、お前マッチョだから出てみなみたいな、おいおい、やってみなって言って言われて、最初めちゃくちゃ乗り気じゃなかったんですよ。すごい、あの、まあ、夜の仕事に抵抗があったっていうのとかいろいろあって、
でもなんか友達がもう電話するわみたいなこと言ってたから、じゃあ自分で電話するって言ったのがきっかけで。へえ、そうなんですね。じゃあもうお二人ともマスルバ入られる前からもう仕上がってはいたと。僕は仕上がってました。彼は彼僕は原石でした、ね、原石じゃない、もうダイヤダイヤでした。ダイヤが起こってました。もう結構チートのやつ見つけたみたいな感じで、ね、そうだったんですか。まだでも育てる必要ないんで、ある程度反省されてる。筋肉に関しては筋肉だけは、はい、なるほどね。面白いですね。なんか思いのほか真面目に帰ってきたっていうのがまた面白かった。絶対にもふざけない。いや、そういう時だけ一旦脱ごうかな。あれなんかボロリして名札可愛いですね、ルシさん。そうなんです、これお客様に作っていただいたんですよ。あ、なるほど。やっぱね、推しのね、こう女性がいらっしゃるから、いいな。皆さん多分名札ね、作っていただいてる、ね、僕もね、これ自分で、彼は自分で自分で書きました。彼は自分です。別に羨ましくないですからね。そうですね、書きたいから書いてるだけです。、はい、すごい強がりじゃん。4月から店長補佐になったんですけど、はいはい、そのタイミングでなりましたって書いてくださいって言ったらもうすぐ、うわ、次の日ぐらい。やっぱこう原石の差が出てる。、はい、僕は別に誰にも祝われることなくて、ぬるっとそんなことない、そんなことぬるっと店長。今日ね、今日放送終わった後お店開けたら書いてもらいましょう。はい、これ多分インスタライブもお願いします。いなかったら俺が書いてある。お願いします。大丈夫です。すごい枚数届いてるかもしれない。代表の重い50枚ぐらい。私が書くってのみんな立候補してるかもしれない。お願いします。枠空いてるんで、ここ。いや、あの春日みたいな、マッチョの子空いてます。春日みたいな。そう、なんかボケたら両サイドなんかみたいな顔してる。これ本調子じゃないんですよ。いや、なんかね、また行ってるわみたいな。頑張ってるから出ちゃってる。また行ってるわみたいな。こんな感じ、こんな感じなんですね。ボケを待つんですよ。面白いと思う。いや、絶対面白い。で、今日せっかくこう、まあ、脱ぎやすい格好もしてきていただいてるんで、もし可能だったら、お、よし、きます、脱いじゃう。よし、きます。いいんですか？ちょっと。よし、きます。爪痕のお子さんとね。やっぱ大事大事。事務所型男らしい。爪痕のお子さん。大丈夫かな。この筋肉作るのにもレクサスぐらいね、お金かかって。すげえ。脱いだ方がいいですか？すげえ。やっぱ大丈夫です。じゃあいいです。外しておきます。うっさうっさ、お願いしますよ。もう座ってるだけでもね、もう抹茶感すごいすごい。確かになんかこう、あんたじゃない、こういうなんか順番の進化みたいになってますね。確かにすげえな。でもいや、ほんまにせっかくなんで、よかったらどうぞ。あ、一回立ったらしょ。ガツンとほいたらどれぐらいね。一旦ちょっと30分間ぐらい筋トレしてきていいですか。パン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 しないと脱げないんで。しとかんかい、楽屋で。いや、すげえな。腕むちゃくちゃ横から見たらすごいっすね。なんか乳首が NG というか、なんかおもろいっすね。3人前で座ってて。これ無言もう出てるけど。やばいやばい、出てるけど、だいぶみんな何あれって気になってるよね。まずあの白い家で何ついてんのっていう。広いね、広い広い、すげえ、多いな、ほんまに三角ですよ。ごっつ、うわ、やば、ナイスマッソー、ナイスマッソー、背中でロッククライミングできるよ。よいしょ、広すぎユーラシア大陸。ありがとうございます。そう、ちょっと正面の方はね、そうですね、はい、NG なんでちょっとすいません、ね、コンプライアンス的にちょっと仕組み見えちゃうと、うちはあの YouTube がね、うちの曲は大丈夫ですよ。 YouTube がちょっとあるんで、できれば YouTube に残りたいもんね。そうです。今一瞬出ませんでした、ね、いや出てたよ、もう一瞬ぶっちゃけ出てた。いや、すげえ。マッチョ通ります。どうぞ。よいしょ。やっぱりほら、うちあのプロレスとかもね、結構番組多くて、今はその不女子、いわゆるまあやっぱ筋肉好きな女性がすごい多いと思うので、やっぱりそういう方が多いですか。来ますね、お客さん、うんうん、僕プロレス大好きなんですけど、はいはいはい、どういうマッチョが好きですかって聞いたら、プロレスラーが好きですって言われたら、もう僕、ね、もう握手しちゃうんで、はい、もう語りましょうみたいな。
やっぱでも共通点はありますよね、はい、今あのね昔はほらストロングスタイルって言ってあの割と黒パンツで、はい、あの、うん、いかつめの感じの、はい、まあ、日本男児みたいな選手でしたけど、今はね割とこう割とというか男前でこう美しい、まあ、筋肉でみたいな、イブシコータとかね、そう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 、岡田和親とかね、多いので詳しいね、エプレルス本当に全然知らないから、あと30分もらっていいですか追加で語ろうとしてるやん以上で終了です。もろあれないだろう、でも女性なんか、え、女性で何て言うんですか、女性で間違えてきたみたいな、そうプロそんな筋肉好きじゃないのに来ちゃうみたいな、好きじゃないけどなんか怖いもの見たじゃないんですけど、気になってきてみたいとか全然いますね。全然います、ね。なるほどなるほど。あとお連れさんとかで全然興味ないけど、うんうん、なんか無理やり来させられたり。ああそのパターンありそうですね。意外とそういう人でも楽しんでもらえてるんで、うんうんうん、でそのままハマっちゃいそうですよね。そうそういう子もいますもちろん。面白い、全然気軽に来てもらいたいよね。そんななんか。ただそう店員さんがマッチョなだけなんで、うんうん、薄着の。もうそれ以外普通のバーとあんまり変わらない感じなので、そうかそうか、ちょっと手でレモン絞ってくれるだけの、そうですそうですそうです、普通のバーと、そうですほとんどは、はい、ちょっと生要素が多めってぐらいですね、はい、生が多いだけです、はい、生が多いだけですね、ドキドキムキムキもあるからね、はい、何それ何何それマッスルサービスってのがありまして、ほい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 、うん、あそういうの欲しいですね、それが結構まあムキムキしたりドキドキしたりできる体験もできるんで、何何何何気になる、壁ドンされたりとか、なるほど、マッチョに壁ドンされます、床ドンされたりとか、お姫さんなんかされたりとか、いやこれいいっすね、それ男性でも頼む人いるんですか、もちろんもちろん、すげえ、男性なんだ喜んでる人ね、やりたいって言って、確かにされることないですもんね、うんうん、マッチョのパワーで、うん、その男性も女性の顔になります普通にクネクネして帰ってくるんですよ、なんか内股で帰ってくるんですよ、そうそうそうみたいな、そうそうそう、胸みたいな、おもろおもろいけど俺しか笑ってないって、ほんまなんでしょうね、本当日常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 すぎて何笑ってんの局長みたいな空気でしたけど、そうなんや、ぜひ来ていただいて体験してほしいですね、ちょっとね僕いろんな結構ねこういうやっぱ放送局やってからいろんなお店、そういうことね、ゲイバーさんとかニューハーフさんとかいろんなお店を行くんですけど、マッスルバーまだなんですよ、マッスルバー童貞です、おっとそれ卒業しないともらっちゃおうかな今すぐにでも話変わっとなんかやらしい店みたいな、やらしい店みたいになってる手つきが、ちなみになんかイベントも開催されると、あそうですね、ます、まあ、今月だと4月25日に、はい、あの大津にあるあのミックスバーの、はいはい、あのところであのマッスル出張マッスルして、そのお店であの僕たち立ちますんで、この3人がやる、あその需要でもありますよね、うん、きっと、そこの常連さんとかはと、ね、まあ、なんか仲良く飲んだりとか、よかったらわざわざそこに来ていただいて、はい、僕たちを見てくれたら晴れ舞台を、今日はじゃあなんていう、まあ、まあ普通のお店というか普段はマッスルいないんだけど、あそうです、別にその日限定でみたいな、あ面白いですね、出張マッスルは、はい、面白い、授業的にもなんかすごい需要ありそうな、ぜひぜひ来てほしいですし、あの出張マッスル依頼していただければ僕たちでも行きますので、うん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 、どこにでも行きます、はい、引っ越しでも大丈夫です、はい、普通になんか家あの家の宅飲みとか宅飲みです、だいぶあれ局長の話をせっかくこうやってくれてんのにもうええかな、ここだやばいやばい局長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 もう本当に尾崎豊みたいだしもういいかな、もうダメですダメですもう一つねフライヤーいただいてる、ああそうですね、5月4日ゴールデンウィークにこれちょっと気になりますね、フェティッシュイベントで、はい、あのこのアズーリさんにも出てるライラ・グレイルさんと、うん、はい、ライラさんあの SM バーの方とかと、うん、まあ、何店舗か共同でやるあのフェティッシュイベントがあるんで、いや面白そう、あのマッスルもショーをやるんで、えこれ場所はどちらで、これ今池のところなんですけど、はい、またあの調べてもらえればあの QR コードあるんで、うん、読み取っていただけば場所も出てくるんで、かしこまりました、ぜひぜひあのどんちゃん騒ぎしてると思うんで、いやめっちゃ面白そう、ぜひ来てほしいです、金箔イベントですかね、あそうです、金箔です、金箔イベントで、マッスルは金箔される
されるかも、そらすかも、かも、かも、されるかも。なるほど、そこはちょっと行ってみてのお楽しみと。はい。マッスルがあのパフォーマンスもするんで、ステージに上がってやったりもするんで、いやーめっちゃ面白い。で SM ショーとか、はい、クリバクルショーとか、いろいろあるんで。いやいいですね。このライラさんね、これもっと宣伝したらいいのに。また私なのかもしれない。ちゃんとしてますからね。ちゃんと放送始まったらすごいちゃんとしてありますから。一応このイベント終わったその日のマッスルの営業で、はい、あの筋肉系インフルエンサーのキラ君っていう子も。あのお店に来ていただけるんで、このあのフェティッシュのイベントにもキラ君来てくれる、ゲスト出演してくれるんで、そうなんですね、一日中キラ君に会える。なるほど、なるほど。いや確かに筋肉系のねインフルエンサーの方も多いですもんね。そうです、最近めっちゃ増えましたね。いや中山筋肉君とかオファーしたら来るんちゃいます？いや来てほしいです、めちゃめちゃ、ね、高いですよきっと。誰や、筋肉さん、筋肉さんは何倍分か分からんじゃん。本当に何年分だろうね。とんでもない額になる。あれプロテインでも何年分とかっていう条件にしたらおもろって言って来そうな気がする。じゃあ行くわ。逆にそんなにいらないって言われたと。あと足りると思う。すでに。確かに確かに、なんか倉庫とか持ってそうですもんね。すごいな。確かに皆さんじゃあ食事管理とかも大変なんじゃないですか。もういわゆるほら、僕はあの一緒に住んでたことある友達とあのルームシェアしてたんですけど、そいつが結構体鍛えてて、うん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 、あの沼、ああ沼、はいはい、なんか沼、もうえげつないなんか何入ってるか分からへん、炊飯器に全部入れて炊いてぐちゃぐちゃにして食べよう、そうそうそう、もうタンパク質とね、なんか筋肉にええもんしか入ってへんみたいな、うん、まあ、楽ちんだもんねそれでやっちゃう、あ、簡単にできちゃうからっていう。皆さんはやっぱりそういう体、やっぱり筋肉のために食生活を気をつけてたりとか、あの減量期ぐらいだよね、しっかりと管理するのって言ったら。そうですね、あのよく言われるのがやっぱデートの時とか、はい、食事が大変で大丈夫なのみたいに言われるんですよ、はい、女の人は、はい、別にデートの時ぐらい食べてもそんなね変わるような体してないんで。なるほどなるほど、なめんなと、うん、全然、ね、全然食います、ね、1週間に1度ぐらいやったら、1週間に1度ですよ、でも焼肉だったりね、全然ラーメンだったり中華だったり全然食べます。他で気をつければいいね、うん、逆に、うん、なるほど。でお酒も飲まれてて、まあ、営業もだって朝までとかでしょ、その日によって。そうですね、まあ、日によって遅かったりもします、ね、結構ね夜のお店終わった女の子とかも来たり、ああ来ますね、はい、からね朝までで、もう筋肉の管理めっちゃ大変そうですけどね、まあ、営業終わりに前とかにジム、はい、一緒に行ったりするんで、うん、本当ですか今の、はい、本当ですか。いや営業前はね、全然もう前に、まあ、営業前はまあまあ、まあ、一緒に全然営業行きますよ僕は。ジムどこどこジム集合って言って集合して一緒に筋トレしてから出勤するみたいな。流れ星と同じ確率でしょ現れるのが。そうですね、なんかジムに全然来ないんですよ。誘っても誘ってくれないじゃんとか言われるんですけど、誘っても来ないんですよ。彦星なんでやっぱ川渡んないとジムないんですよ僕。大変だな、年一で、年一なんで7月7日だけジム行ってます。ほらもう尾崎マッソーがもう口閉じちゃったほらもう分かった、ようやくもう終わるんですけど、ようやく分かった。太郎さんが喋ったら俺も黙らなあかんかったんや。だからなんか変な、なんか変やなと思って、なんか俺滑ったみたいな空気がいつもね出てたけど、慎太郎が喋ったら2人がもう瞬時にスッてこう黙ったから、これが攻略法だったんです、ね、そういうことです。なるほど、単独事故にしないと。そうです、ね、なるほど、ね、巻き込まれちゃう、巻き込まれちゃう、はい、巻き込まれちゃう、本当に巻き込まれちゃう。いつもめっちゃハンドル切っちゃうね僕。それだけ打ち合わせで教えてほしかった。失礼しますそれだけでよかった。言うてる間に1分前です。早いですね。という間でしたね。まあでもこれで、ね、視聴者の皆さんもお店全然安心してどなたでも行っていただけるし、慎、うん、太郎さんがいたらあんまり喋りかけないようにするっていうこのノウハウが分かりましたので。きっとこれ見た方。お店の方に行かれるんじゃないでしょうか。なんかちなみにお店、あの金利さん見たとか言ったら、なんか特典的な
ものがあったりします。マッスルサービスガチャ1回無料になりますんで、ぜひよかったら今日も営業してますんで。突然言ったのにすごいね今日。さすが。ちなみに今日ドレスアップコーデしてるんで、はい、みんなマッスルが。おいいっすね。かっこいいマッスル見れるんで。なるほどなるほど。これは皆さんぜひぜひ。お店の方行ってみて、慎太郎さんだけはちょっとお気をつけくださいということで、今日休みです。行けば今日は働きません。持ってくなぁ、すげぇ、おもろいなぁ。いやいや、でも本当にあっという間でした。ちょっともっともっとね、ご紹介したいし、いろんな他にもあのスタッフさんいらっしゃると思いますんで、気になる方は TikTok ですとか、ドクターパンプさんで検索をいただいて、ぜひぜひ情報を取って、まあそれよりもまずお店に、ね、行ってもらって楽しんでいただければと思います。お待ちしてます。そう、ありがとうございます。さあ、この気にさえいらっしゃい、あのまだまだゲストさん募集しておりますので、もし気になる方いらっしゃいましたら、アズーリ FM の、DM 等々までご連絡ください。はい、本日は、マッスルバー名古屋、ドクターパンプさんから代表のジュンさん、そして店長の慎太郎さん、店長補佐のヨシキさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。